初めてなのでとても緊張しています。30分という短い時間ですが、皆さんぜひ最後までご覧ください。まずは早速私たちの紹介をしたいと思います。9月21日にモーキスソングフォーユーというダブル A サイドシングルでデビューする7人組のアイドルグループフェアリーズです。と今から自己紹介をしたいと思います。イエイ。はい、元気いっぱいパワフル関西娘、中学1年生の13歳藤田美奈です。よろしくお願いします。さっぱり系女子の中学2年生13歳伊藤桃香です。よろしくお願いします。明るさ天然スポーツ少女中学1年生13歳の林田真宏です。よろしくお願いします。不思議ちゃんの中学1年生12歳島村美希です。よろしくお願いします。鹿児島のダンス娘中学2年生13歳の野本空です。よろしくお願いします。スモール長崎中学3年生の15歳井上理香子です。よろしくお願いします。熊本のオアシス中学1年生13歳の清村かまねです。よろしくお願いします。さて今日の放送ですが、番組の感想がリアルタイムで送れるようになっています。私たちも皆さんの書き込みを見ながら番組を進めていきたいと思います。皆さんツイッターで感想を送ってくださいね。すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、めっちゃ、なんて書いてある。じゃあ、リカコかわいい。リカコかわいい。元気&かわいいね。まひろちゃん、かまくり、オープン。頑張れ。頑張ります。みんな中学生なの？自己紹介も日々進化中、カミカミだけどね。頑張ります。頑張ります。じゃあ、ちなみにフェアリーズもツイッターをやっています。画面下にフォローボタンがあると思いますので、まだフォローしていない方はぜひよろしくお願いします。さてデビューの9月21日まであと10日と迫ったわけですが、私たちのことをもっとよく知ってもらうために、ここからはいくつかのトークに分けて話していきたいと思います。まずは最初はこちら。ギャビー曲マーキスソングフォーユーについて。じゃあマーキスの聞きどころ、マーキスの聞きどころ、マーキスの聞きどころは恋をした女性の切ない気持ちを歌った曲で、とてもかっこよく大人っぽい曲に仕上がっているので、表情などに注目してみてください。 Song for you は？ Song for you は明るくポップな曲なので、元気がない時や落ち込んでいる時にぜひ聴いてください。聴いてください。モーキスの説明なんですけど、この今日のタイトルの何ですか？7時半過ぎちゃった。こんなんで。これ実はあれですよね。モーキスの晴れすぎちゃったこんなサンデーとかけてるの？文字自体ですか？文字自体ですよね。ですよね。こんなサンデーです。こんなサンデーです。今日晴れすぎちゃいました。今は大きかったです。みんな曲を初めて聴いた時の印象とか。やっぱりモアキスを初め聴いた時はとってもかっこいい曲だなっていうのが第一印象で、 Song for you はそれモアキスと対照的に明るくて元気な かわいい曲だなと思いました。はい、ちょっとギャップがすごかった。じゃあ続いていきます。続いてはこちら、メンバーとの出会い。出会い。でも結構みんなさ、なんかさ、初めて見た時よりさ全く違うよね。違う。全然違う。
どんな、私最初の空はじめなんかその部屋にいるのに一人で端っこで座ってるっていうこんな感じで静かな感じだった、うん、でもね、そのね、その日に泊まった時のうるささは半端なかった、うん、いやもうやっぱテンションそんな感じ、うんうんうん、でも川根も超静か、うん、川根も結構静かな印象、うんうん、今は元気だけどじゃあタコ紹介していこう。はい、はい、左隣の人を紹介していく。はい、っていう。じゃあミリアから。はい、うん、ミリアの、どうなの、どんな性格。じゃあ左隣っていうかみんなで紹介してみよう。うん、そうね、ミリアはね、すっごい明るい、明るいね、すごい元気、うん、で、あのよくあのミリアの別名があって楽屋番長だもん、ね、もう喋るね、ずっと喋るね、え、でもね、喋ったらお腹すくよ、喋る、喋る、喋る、だから食べよう、食べよう、食べよう、でもよくさ、メイクさんとかをさ巻き込んでさ大暴れするよ、大暴れ、マジでいくらもみんな巻き込まれちゃうじゃあ、ももかちゃんは、さっぱり系、さっぱりしてるね、なんかすぐ嫌なことっていうか、喧嘩とかさ、喧嘩はあんまりしないけど、ないけど、ちょっと揉めたちょっと揉めたりした時にすぐ忘れる忘れてんの、あれは忘れてるっていうか、まあいいかも、うんうん、几帳面だよ、几帳面だね、結構ね、まひろは友達思い、うん、ありがとう、なんかよく笑ってる、うん、大きいよね声笑うときびっくりするもんねなんかすごい、なんでミスしたのなんか全然さ、あんまり面白いこと言ってなくてもさ笑うよね、でも結構大人がどこっていう、基本はおとなしいけどね、じゃあ次は、じゃあ川根、川根、うん、元気だね、うん、なんか即行動、あ、分かる分かる、行動派だね、ちょっと男の子っぽい、あ、うん、あ元気っていう、学校とかでも男子の一緒に遊んだりするんで、それマヒロもでしょ、うん、でも一見なんか優等生に、あ、うん、分かる、でもなんかめちゃめちゃ元気だよね、うん、でもなんかいろいろ知ってるよね、あ、何よ、知識、常識、常識、うん、歴史とかね、歴史、歴史といえばリカ子、うん、リカ子がさ、リカ子がさ、結構天然、天然、天然、前さ、ダビエルとさ、ペリーを、ダビエルとペリーって誰って言う、なんで今ではダビエルとペリー逆になってるもんね、ごちゃダビエルが黒船のなんでごちゃごちゃな、違うね、ごちゃ、ほらは静かなんだけど、うん、夜になると、夜になるとかもうなんかたまに、たまにちょっと、うん、なんかね、暴れる、暴走する、そんな暴走するかな、なんか例えばあの部屋に、隣の部屋に布団かぶって追いかけ回すとかあった、あった、足をして回るとかあった、記憶にございません、ありがとうございます、ありがとうございます、ミキミキマン、不思議ちゃん、で、なんかオーラが不思議、真面目だよね、あ、でも真面目、真面目、勉強も、勉強するときに一番集中してやってるよね、うんうん、でも結構はっきり物事を言うっていうか、うん、でも喋り方がゆっくりゆっくり名探偵コナン好きだよね、コナン大好きだよね、大好きラブ、アイ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 ラブ、さて、今日の生放送なんですが、特別ゲストをお迎えしています、おーっと、占いの業界人、芸能人は2万人を超えるという、超えるという、超えるという、超えるという芸能界最強の占い師、ゲッターズ飯田さんです、イエーイ、どうも、ゲッターズ飯田です、お願いします、お願いします、もう僕の占いではね、皆さん若干緊張しているの伝わりますけどもねまあ、いろいろ占いをしてますので、皆さんぜひ占いたいので、皆さん頑張ってください、はい、よろしくお願いします、お願いします、
ということで早速占ってもらいたいと思いますが、普通に占ってもらったフェアリーズじゃない。え？じゃない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 ？そこは置いて置いちゃうのね、うん、これからみんなであるゲームで戦って、戦うの？あれ対決を戦って優勝した人がゲッターズ飯田さんに占ってもらうということにしたいと思います。そのゲームはこちら。じゃん占ってもらえるのは誰だ。ガチンコイストリゲーム、イストリすぎちゃったこんなサンデー、サンデーここももじっちゃいましたね。もじっちゃったね。じゃあはい、いきますか。今からイストリゲームを始めたいと思いますが、はい、誰が優勝するのか皆さんに予想してもらいたいと思います。おお、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 いや、私は変わんない。そんなの関係ない、関係ない。頑張らない。もうみんな頑張ろう。はい、見事予想が的中方から、方の中から、抽選で1名様に、モアキスト、ソングフォーユーのサイン入りポスターをプレゼントしちゃいます。モアキスというハッシュタグをつけて、誰が優勝するかを書いてくださいね。それでは、じゃあ早速、イストリーゲーム、始めましょう。よし、イエーイ、決まります。皆さん、今私はイストリーゲームの会場に来ています。じゃあ意気込みをみんなに聞いていってまいります。どうぞ。絶対勝ちます。頑張ります。頑張ってください。勝ちます。頑張ります。勝てます。一人違うんですか？自信はあるんですか？ありますよ。こうゆっくりとこう座ります。ゆっくりと。負けるよ。じゃあどう勝ち、まあ、夢は負けません。勝ちます。私も絶対勝ちます。そうですか。強い。じゃあイストリーゲーム始めちゃいますか。はい、はい、頑張ります。あれ？3ゲームポイント。
ではでは、優勝したを占いたいと思います。生年月日と名前をいただいてますので、はい、では基本性格から。基本非常に人は人、自分は自分でマイペースなのと空想妄想が大好きなので、いろんなことを考えてしまったりとか妄想することが大好きですね。ただおっちょこちょいなところがあるので転びやすかったりとかぶつけてしまったりするところが多いタイプですね。で、口癖がすぐなんで何っていうことが多いので、何何って聞いてしまうところが出やすいところと、で完全心が自由人なので自由でマイペースに生きてるタイプですね。今年から非常に運気の流れがいいところに入ってますので、本当にデビューするとか、まあ、芸能界に関しては非常にいい運気を持ってますので、芸術家としての才能があるので、美術とか芸術の才能を持ってますので、こういった世界の才能は非常にこのタイプで売れてる人がたくさんいますので、非常にいいと思います。泣いてんの？感動？感動？興奮？ただ一個弱点としては、言ったことすぐ忘れてしまうので同じ話が多くなりやすかったりとか繰り返しが多くなりやすいので、すぐ最終的に頑張ったら女社長になるぐらいの運気は持ってますので、会社を経営したりとかするぐらいのパワーがある子ですね。あと同じものしか食べないとか同じお菓子しか食べないところで、あと麺類しか食べない癖があるので気をつけてくださいね。じゃあこんな感じで、ありがとうございます。ありがとうございます。では他のメンバーもえちょっとだけ、ね、ショートバージョンですけどもお伝えしたいと思います。では誰からいきましょうか。じゃあはい、ミリアさん、はい、ミリアです。ミリアさん、ミリアちゃんは非常にこの子根が真面目ですね。コツコツしたことが好きなのとじっくりやることが大好きで、ただちょっと頑固になりすぎるところがあるので、ただこうだと決めたことをまっすぐできるので非常にいいと思います。ありがとうございます。だからちょっと反省が多すぎるのでもっと調子乗っていいので、じゃあ調子に 乗ります、はい、調子乗って頑張ってください。はい、次は、はい、ももかです。ももかさん、はい、桃花さんが、真面目でしっかりはしているんですけども、一言多いのと喋りすぎる癖があるのと、一言、あ、でも喋りすぎるところはあるよね。喋りすぎるのに伝え下手もあるので、はい、言葉がちょっと苦手なところはあるんですけども、僕の占いではダンスの才能があると出てますので、踊れば踊るほど運気があるので、はい、たくさん踊ってくださいね。はい、頑張ります。はい、続いては、はい、はい、まひろです。まひろさん、ヒロさんが、まひろさんが、この中で一番情報通なのと、いろんなことをやりたがるので、技が多くなったりとか、視野が非常に広いので、芸能界向きには非常にいいタイプですね。でちゃんと段取りを決めて、目標を決めて頑張ると、非常にいい流れになるという、ただ家にガラクタと無駄なものが集まりやすいので、いらないものは捨てといてくださいね。はい、次は。はい、ミッキーです。ミキさん、はい、ミキさんが、あ、この子は非常に、優しいタイプなので面倒見が良くて、お世話好きなところと、ニコニコ愛嬌が非常にいいので、分かる分かる、いいですね。なんか偉そうな人が大嫌いなので、みんな仲良くしようよみたいな、本当お姉さんみたいな、面倒見いい子になりますね。はい、ありがとうございます。次は、はい、ソラです。ソラさん、はい、ソラさんがですね、意外と刺激が好きな子なので、何それ、変化が好きだったりとか、この世界に非常に真面目なのと芸術系なのと、
で女優の才能もありますので、頑張って意外といずれそういった仕事も来るかもしれないぐらいいいと思います。はい、ありがとうございます。はい、次は、はい、りかこですりかこです。はい、上品で真面目なんですけども、ちょっと心が男の子っぽいところがあるので、そうなの、サバサバしすぎてしまうところが出やすいタイプですね。ああ、秋っぽい。で、芸術系の才能がありますので、美術とかものづくりだったりとか、こういった世界が向いてますので、ただちょっとなんかマイナスに物事考えすぎてしまうところがあるので、もっとプラスに考えると才能が開花するので、いいと思います。はい、ありがとうございます。では皆さんね、ここで運気がどんどん上がるものが上がるものとか、まあ、皆さんが良くなるのは、白いものとか、白いグッズをみんな持ってると共通していいのと、あとベース皆さんね、ほとんどみんな真面目って星を持ってるので、真面目でコツコツ頑張ることが非常に向いてるので、はい、まあまあちょっといい流れはなんか大半が今年デビューするといい星を持ってますので、いい流れに乗ると思います。よかった、はい、なので周りの指示とか周りのスタッフさんを非常に大事にすることと、まあ、挨拶礼儀真面目なの持ってるので非常にいい流れだと思いますので、はい、はい、ありがとうございます。頑張ってください。頑張ります。頑張ります。頑張ります。じゃあスペシャルゲストのゲスターズゆうさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、そろそろ別れの時間が来てしまいました。早い。最後に私たちからお知らせをお伝えしたいと思います。はい、はいはい、9月21日に私たちのデビューシングル、はい、モアキッスソングフォーユーですが、出来たてほやほやの商品がこちらにあります。じゃじゃーん。この CD オーリーのバージョンと、このモアキッスCD と DVD のバージョンと、こちらのフォトブック付きのバージョンの3形態で発売されます。フォトブックの中身は、かわいい。これ見たい方はぜひ買ってください。21日の CD 発売まで待てないという方は、レコチョクでモアキッスとソングフォーユーが配信されていますので、ぜひチェックしてみてください。そしてデビューに向けてカウントダウンカウントダウンイベントも決定しています。イエーイ。9月17日土曜日にクイーンズスクエア横浜クイーンズサークルであります。で、9月18日日曜日に東京ドームシティラクーアガーデンステージ、9月19日に月曜日、これは祝日ですね、越谷イオンレイクタウン風1階の光の広場であります。ミニライブと握手会を行います。皆さんにお会いできるのを楽しみにしていますので、ぜひイベントへお越しください。よろしくお願いします。さてさて、本当にもうお別れの時間なんですが、最後に一人ずつ一言感想を言ってもらいましょう。じゃあどうしよう、ビキビキからじゃあ、生放送でとても緊張してしまって何回も噛んじゃってすいません。でもとても楽しかったです。またやりたいです。ありがとうございました。はい、今日をやっぱりミキミキも言ったように生放送で緊張してしまって、やっぱりみんな噛みまくりでグダグダだったんですけど、すいません。だけどもっともっとトークの練習とか頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。そう、見てくださった方ありがとうございます。見ての通りグダグダでしたが、私たちすごい楽しめたので、これがその笑顔です。何ありがとうございました。はい、私もすっごく緊張して何回も噛んでしまったんですけど、すっごく楽しかったです。またやりたいと思います。ありがとうございました。
私すごい噛んじゃったんですけどみんなと一緒に楽しめたのでよかったです。よろしくお願いします。それからもよろしくお願いします私ももうカミカミでグラグラでちょっと緊張しすぎてしまったんですけど、とても楽しめました。本当に見ていただきありがとうございました。はい、ほとんど皆さんに言われちゃったんですけど、やっぱりまだまだフェアリーズなんかできないところとかたくさんあるんで、もっともっと頑張って皆さんにいいものを見せれるように頑張ります。よろしくお願いします。はい、それでは皆さん本当に今日はご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。またこれからもユーストリームで生放送にチャレンジしたいと思います。それではフェアリーズでした。